先制攻撃。はいよ。はい。このレッドボールの攻めを今受けます。今のそしてこの後ろの足の踏まれ方、おお、フットワーク、スポーツでいうフットワークを使って、ここの感度がくっとまた向き変える。一番最前列の子たちは多分大相撲でいう砂かぶりね、砂が飛んできましたけど、もっと激しい戦いになるとこの牛が柵にぶつかっていくことがあります。激しい実感や、これを牛同士がこの闘牛場の中で繰り広げるわけです。そして大きな牛レッドブルのこの角の使い方をよく見てください。肛門看護の角の下に自分の角を入れる、はい、で下から角を使って肛門看護の角を引っ掛けて、はい、そこから肛門看護の体を上に持ち上げようとしたり、はい、あるいはこの顔を横に向けさせようとしたりして、そこから自分が押し込む、はい、よそういうのを狙っています。で対して今度は肛門看護がものすごくこう頭を下げて用意しています。これはもうレッドブルに下から角を使わせないため頭を低く下げて、レッドブルのこの角さばきを立てないように。はい、さあ、レッドブルがまた横に入ろうとする、これを高能看護が体を使って、自分をマッチとして受けます。この体の柔らかさ、この高能看護が相手のこのレッドブルの攻めを受けるときの体の柔らかさというのがとっても大事。みんなもそうですけど、あっと思うときに体に力が入って動けなくなる、これは私たち体が硬くなる、それは何でかというと、さっきも言ったように心に余裕がないから力が入って体が硬くなる、動けなくなる。でも今高能看護は横に入られても、もう牛が落ち着いて体を柔らかくさばくことによってこのレッドブルの攻めを受けるわけです、ね、そしてこうやってマーク受けます。フルした今今度両方考え